ちは道元です。今日はですね、2013年1月1日元旦です。皆様明けましておめでとうございます。今日はですね、朝から天山という山があります。佐賀にある一番高い山になりますかね、1040m、 そちらに、登ってまいりまして、まあすごい雪でしたけども、で下山して今ちょうど夕刻5時を回ったところです。でこちら小木の佐賀市の小木にあります小木公園に来ております。今日はですね、まあ2013年一発目の動画ということでですね、やはり、2012年の総括をこうしてみようかなと思います。あんまりねこう総括って言いながらしてなかったので、どうでしょうか。私が特に2011年ですねの動画でずっと言ってきました。2012年、12月21日に、マヤ暦、マヤの暦が終わるということでした。でまあ一説によるとですね、一説にというか世界中でかなり話題になっておりまして、もしかしてその時に例えば隕石が、巨大な隕石が落ちてきて、そういう説もありました。で大津波が起きて、絶滅するんじゃないか、ちょうど恐竜がですね絶滅したように、そういうことも言われますし、あるいはある人はこう言いました。12月21日から3日間太陽が出ないと、太陽が隠れて出なくなって、その後復活するということも言われましたけれども、ご存知の通りもう元旦になってしまいましてですね、何も起こっていませんね。そういうふうな言われたようなことは起きていません。であるならばどうでしょうか、皆さん、もう何も起きないのでしょうか。僕はまあ去年また道元復活しまして、2012年復活しまして、言ってる通りに、その日で絶滅するとかいうことは僕はあまり言った覚えはないんですけれども、あくまでその一つの節目で時間が終わるというような、マヤ暦が終わるというようなことを言いました。ただマヤ暦はもっと先の続きが見つかったという話もありますけれども、マヤ暦にまあそのあまり こだわらなくて大丈夫だと思うんですけれども、じゃあね、僕の今現在の考え、見解はどうかと申しますと、まず一つこう、まあ、いろんなことに興味があるんですけれども、まあ二つご紹介しましょう。一つはですね、昨年来からも言ってますけど、火付き神事というのがあります。火付き神事っていうのはまあ火ですね、何曜日の日に月ですね、で神事の神は神ですね、神様の神で、字は示す、火付き神事というのがあります。これは約90年前に岡本天明という絵描きですね、絵描きさんがおられました。貧乏な絵描きさんでしたけれども、彼は非常にその神道なんかにも興味があって、神道も習ってたんですけれども、神主さんですね、神主さんもちょっと勤めたんですけれども、彼がお筆書きというものをするようになったんですね。というのはある神社に行ったらですね、その何て言うんですかね、彼は絵描きだったんで常に筆を持ってたんですけど、いきなり神がかって本人も気づかないうちにずっと文字じゃないんですよ、記号をバーッと書いたんですよね、丸とか三角とか×とか。ただ本人は、まあ、霊感が強かったのもあるんですが、こんなもんなんか友達も狐かなんかついたんだろうと、もうほったらかしてたんですね。それがでもたまたま起きてよくガーッと書いてた。それが
周りの人はそういう人っていうのはですね、周りにそういう好きな人が集まるもんで、解読しようじゃないかということで解読したら、なんとまあいわゆる国とこたちの御事と言われます。要するに、日本国を作った神様とも言われる神話の世界に入りますけれども、まあそういう非常に高い霊が降りてきて、書かせたというようなことになったんですね。それを何を書いてるかというと、簡単に言うと、なんで僕が月神事に一つ注目してるかというと、まあ簡単に言うと予言の書というか、しかもこれからですね、大きな彼の言葉を借りると大きな、なんていうのかな、変化が起きる、大きな峠ですねが起きると彼は言ってるんですよね。それは例えば簡単に説明すると、日本国に世界中が攻めてくるぞと、そして 99.99% 負けるとこまで攻められるぞと、食べるものも食うこともなくなるぞ、木の根っこを食べなきゃいかんようになるぞというふうに言ってるんですよ。非常にリアルですね。ですから飢餓があってとんでもない時代が来るぞと、長くしかも続くぞと、そして 99.99% 日本がダメになる時に、しかし神の力で、クブクリン90クブクリンダメな時に神の力で神の力を見せてやるぞと、その時にその攻めてくる、まあ、悪魔というかね、そういったものをやっつけて神の力、神の国、日本を復活させるぞと、その時に国と子たちの御事、日本に、眠る国と子たちの御事、が復活するというふうなことなんです、簡単に言えば。でもう一つこれとリンクするんですが、私、聖書勉強しております。聖書もその七鬼神事と同じでですね、ポイントを言えば、まあ予言の書なんです。で聖書っていうのも不思議なもので、皆さんはまあご存知な方もおられると思うんですが、書かれたのがいつかよくわかんないという、3000年前とも言われますが、よくわからない、まあ、文字通り世界一のベストセラーでもありますし、もう 何カ国語にも訳されてます。であれも今言った七鬼神事とリンクするのは、注目されるのは、今までの書いてあったこともずっと当たってる部分が多いんですけれども、例えば有名なのはヨハネの黙示録というありますね。ヨハネということが、方がさっき言ったように七鬼神事と一緒に神霊を受けて、いわゆる御神託とも言いますけれども、高次元の神様から来たものをそのまま、まあ、書いたり、まあ、聞いたり、いろんなパターンがありますよ。夢で見たりで書に書いた、そういう書物がある。それから、テモテとか、あとモーセは有名です。モーゼともいい、モーセは有名ですね。十回という絵があります。海を真っ二つに割ったという実話というかありますね。モーセ十回の石板っていうのがありますね。それからまあイサクとかですね、まあいろんなものがあります。はい、その中でも一番有名なのはやはりヨハネの黙示録じゃないでしょうか。映画にもなりましたけれども、それも要するに今から簡単に言うと、天の王国が、天では王国があるんですけれども、それが地上において、地上っていうのは地球ですね、地上全地において、もう神の王国が、天の王国が地上にも現実化されるとか、なると、要するに天国のようになるというんですよね。でそれはどういうことかと言いますと、今はそのじゃあ天国じゃないのか、 地上にそのそういう天の王国が降りてないのかって言うと、実は降りてないんです。簡単に言うと戦争がありますよね、飢餓もありますよね、それから当然、なんていうのかね、差別もありますし、貧困もありますし、もう大変な時代ですよね。皆さんご存知の通り、
すごい混沌としてるっていうのは、聖書的に言うと地上に悪魔サタンがいるんですね。 いるからそういうふうになるんですね。金持った方が偉いとか、権力持った方が偉いとか、戦争が強いのがいいんだとか、まあ言って悪いけど、差別があり、飢餓があり、っていうことね、嫉妬があり、妬みがあり、恨みがあり、という殺戮がありっていう、まさに地獄絵図のように、僕ら慣れてると戦争なんか当たり前じゃないかって、ね、武力強い方がいいじゃないか、そんなことはまさに聖書的に言うと悪魔が支配してる世界なんですね。権力者っていうのはほとんどそうだと言われてるぐらいなのが今で、しかしながら火付き神事でも言ってるのは、大変なことが起きるんだけれども、飢餓でもう一番分かりやすく言うと、もう食料が何もなくなって、火付き神事で言ったように、この木の根っこ食わないかんごとなるぞと。それも長い間、10年スパンかもしれません。でその後に聖書でも言うように、天の王国が地上にも実現すると。だからさっき言ったように、2012年12月21日何も起こらなかったと言いましたけれども、あのなんていうのかな、例えば聖書でも火付神事でも2つ言ってるのは、2つともはっきりした年号は言ってないんですよね。例えば2012年とか2000何年っていうのは言ってない。じゃあ聖書でも、じゃあ分かんないじゃないかと、言ってないから全然。でも一つ聖書的に言うと印っていうのはあるんですね。印、どういうことかというと、飢餓が多いですよと、地震が多いですよと、戦争殺戮がありますよというようなことを言ってるんで、そういうものが重なって起きてる時っていうのは、そろそろですよということなんですよね。そろそろそういう天の王国が地上でも実現される、サタンを一掃する、だから、そういうことなんですよね。その時にしかし生き残れる人は少ないとは言ってあるんですけれども、しかし生き残るというよりも、例えば目が見えない人は見えるようになったりとか、病気のものはもう病、私は病気であるっていうものはいなくなるって書いてあるんですよね。ですから要するに、魂の綺麗な人っていうのは復活するっていうことですけれども、そういうことですよね。火付き神事でもそう言っております。だから僕は簡単に言うと、今から2013年に入りましたけれども、これからそれこそ1年なのか2年なのか5年10年なのかわからないですけど、そのスパンで大きく今言ったように、もう例えば木が飯が食えないというのも結構現実的ですよね。今の金融危機とか異常気象とかいろんなものを見ると結構やばいって、実際まあアメリカでは財政の危機と言われてますけれども、結構そういう危機的なことはあるし、戦争一つ取っても非常に、中国、韓国、ね、日本、あるいは中東、シリアでも非常にきな臭い話は非常に出てますよね。現実味を帯びてますね。ですから僕は今はもう誰が見ても大きな変化の時ではあるんですけれども、これからだから2012年を過ぎたから、ああもう安心ではなくて、これからはまたそういう大きな変化が起きる。でもその後一つだけポイントを言わなきゃいけないのは、予言というのはその天の王国というように素晴らしい世界が、まあ、神が降臨する、まあ、イエス・キリストがまた再降臨するともいう話もあるんですが、そういうふうに、まあ、アダムとエヴァがいた天のなんつうかな楽園ですよね。でアダムとエヴァが蛇にそそのかされてリンゴの実を食べてしまったですよね。食べちゃいけない果実を食べたから永遠の命がなくなって、こちら地上に降りて2人からどんどん増えていってっていうのは聖書の話なんですけども、そこの楽園に戻るということですよね。僕はなるほどなと。で、うん、聖書もずっと読まれてて、ずっとそのヨハネ、モーセなどたくさんの人が書いてるから、年代はいろんな年代で書かれてるんですよ。800年とかね、西暦紀元前とか西暦前もありますけど、全部でも一貫して、
なんていうのかな、あの話が筋が通ってるからあれすごいんですね。あれを集めたものが聖書なんですけれども、で全部例えばイエス・キリストの生まれる年とか場所とかも全部その前から言い当ててるんですよね。そして生まれてっていうことなんですけれども、ですから僕は今からそういう時代がやってくると思いますし、まあ羊神事にももう一つ書いてあるのは、ああ時間がなんで来なかったじゃないか、遅いじゃないかという思うなよと、そこまで書いてあるんですよね。実はちょっと遅れるかもしれない的なニュアンスのことまで書いてあるんですよね。ちょっとあの現代風に訳すと、あのなんていうかね、言葉が昔の言葉なんでね、分かりにくいんで、その聖書もそうだけど取り方はあるにしても、まあ羊神事の本は例えば有名な書店、大きな書店では今たくさんずらーっと並んでおりますので、それもちょっと参考にしていただきたいと思いますけど、ですから僕は2013年以降も何年かかるかわからないけれども、そういう変化が起きて、聖書でもありますけどそういう時代が来ると僕は結構思ってるんですね。でもそれは絶対に悪いことじゃないんですね。もう今言ったように素晴らしい世界がやってくるまでのその前提として、まず前も言いましたけれども、終わりがあって始まりがある、ある時代が終わる、あるいはそうね、崩壊ですね、崩壊があって絶滅があって崩壊があって再び生まれる、再び誕生する。だから生と死みたいなもんで、一回死なないと生まれないですよね。細胞も一回死んでまた生まれる。前も言ったように僕らの体の細胞って60兆個あるんですけれども、死んでるんです。古い細胞はどんどん今でも死んでるんですよ。で新しい細胞が生まれてるからこうやって生きてる。でそのなんか個体みたいで個体じゃないわけですね。だから死と生を再生を繰り返してるからこうあるんですね。でも肉体が死んでも僕は魂はあると思うので、それと一緒で一回時代がある、時代が終わるんだけれども、死があるんだけれども、その後に死で終わらないんですね。死で終わったったら全部そこでプツッと切れちゃいますからね。まあ雨のようなもんですよね。あの海があり川があり、それが蒸発して、雲になり、雲からまた雨が降って海になり、また川になりって、そうですサイクルだから、あるわけですね。昔言ったように、それ生と死も一緒なんですよ。僕から寄せたら死があり生があり、僕なんか生まれる前いなかったんですから、不思議なもん。でも死と生は必ずあるんで再び生まれる。それと一緒で今度の時代っていうのも、一つの時代が明らかに今終末を迎えよう、崩壊しようとしてます。崩壊っていうのはキーポイントですよね。金融を見ても、でも崩壊すると必ずその後には新しい時代が再び生まれる、再生すると、そういうふうに思います。ですから希望を僕は持ちたいし、非常に楽しみだということは実は変わらないんですよね、ということです。ということで2012年の総括と、ちょっと長くなりましたけれども、もう暗くなってきましたけれどもね、2013年以降ますますね、元気にお送りしようかと思います。それでは皆様、2013年もいい年でありますね、さよなら。